ちんとファンデーションがあった方がやはり肌のキメの細かさが出るので、ここはちゃんとつけていきます。入れていきます。例えばちょっとこういうとこに入れてもいいですよ。こめかみのこういうとこに入れていただいてもかもしれません。シェーディングで好きでそうです。あんまりさっきのハイライトの効果もなくしたくないので、ふんわりとうっすらと重ねる程度にしますね。次はここにも書いてあります、あのちょっと上昇させた方向でいきます。眉頭を下に下げます。下まぶた、ここの涙袋の三角形ありますね。ここの部分にガビーン、丸みをここからこういう丸みを出していきます。一色、上にグリーン色、下にゴールド一色にしています。眉毛からノーズ、そのままアイホールいっちゃっても OK。 眉毛からノーズ、適度なツヤが出るタイプなので、まあこのまま直塗りしても使いやすいリップです。今日見せていただきます。目頭を強めに入れます。女性っぽくなってしまうので、ちょっと中性的な雰囲気に作りたいので、先ほどのルナソルの色味を少しね、おまけでちょっとブラウン足します。引き締めの意味合いで入れていきます。そして今日のグリーンの感じ、ちょっとマニッシュな雰囲気に1個目できました。いかがでしょうか。した質感を向かってリップ出すことができます。これお化粧の上から今みたいに重ねることができるので、やっぱりね、女性は口元がね赤くなるとこんなっぽくなりますね。唇はダメなの。そう、油の問題があるので突き抜けるところまで入れていきます。たださっきも言ったように目尻だけがあんまり突き抜けてしまうと眉毛に赤です。そう結構ね、この周りが、まあ、ローみたいなものになっているので大丈夫。こんな風にテクニックあんまり大きく変えていなくても、色だけでもやはり色の表情って結構ありますので、ぜひこんな風に下ラインからニュンと上げる、それもやってみてください。マキアージュドラマティックライティングベース、ちょっと自然なツヤが出ます。ピシッと押さえていきますよ。綺麗に描かなくてもいいぐらい軽いタッチです。ふわふわの軽いタッチでふわっと入れてください。普通に上まぶたにじわっと入れます。ちょっと、なじませてあげると使いやすいです。ぼかしつつ少し広がりを出します。上まぶたもどうしてもここ影ができたり、まぶた薄いところなので、ありがとうございます。こんな感じです。ちょっと伏せ目にしてみてください。すぐ白くなる。天井を見てていただいて、下まぶたにぼわっと入れていただきます。で、黄色のグロスつけて、まあそれは置いといたとして、白いアイラインは意外と可愛らしく、大人でも今ここでチークとリップとかを重ねていけば使えると思うので、1つ目、これでベイクドカラーのお洋服を着て、大きめのイヤリングして、でも足元はスニーカーみたいな。はい、
じゃあここからちょっと色がないメイキャップからまた、そうです、ドラマチックな女子になっていただきます。ためきのあるモーブ、あのちょっとジェリー状のタイプのものをちょっと使います。まぶたにちょんちょんちょんと置いていきます。少し下まぶたに赤みがある方が女っぽくなるので、今度は目尻ではなく目頭の方にちょっとピンク味を置きます。そうすると愛らしくなります。同時に上まぶたもちょっと入れときます。眉山から眉尻に、チークも今回マットになってきています。私ね、チークはねちょっとパールザン入ってるのがあのこよなく愛しているの で、今回はすごくプラム系のダークな色がすっごい多いです。各ブランド、多分古い方はご存知かと思うので、積み木崩しバージョンですね。ちなみにこれも積み木崩しバージョンですよ。ちょっと色をさっき引いてったところを今ここは足してってるだけなので、目だけ赤くするとおかしいんですよね。眉毛で、ね、赤くしてダークブラウンを入れてあげると、でちょっとツヤが欲しい時はちょっとツヤ出し仕上げ用意きっと今日着ているお洋服にはこっちの方が合うのよ。あのルーブル堂さんっていうところで作っているブラシなんですけど、リフトアップするのよこれ。そうなのこれね、こっちから研い、下から研いでいくのね。下から研いで、下から研いで上、ここがヒュッて段差がなくて、表情筋と腱の境目を揉む、それで血流が良くなる。とマイナスイオンがあるから、こういう風に解くと、マイナスイオンは水が大好きだからツヤツヤに触ってみて、ツヤが出てきてそうなの。あ、どうです、ちょっと色重ねて、やっぱり色の力はメイキャップは絶対必要。でもちょっとさっきの色を抜くのも覚えておくと面白いので、色抜く、でも足す、まあいろいろあるよっていう風にして覚えてみてください。今回デモンストレーションはこう変更バージョンで見ていただきました。